リンスブルクは、ドイツ連邦共和国ニーダー作戦州のニーンブルク、ベーザー軍に属す、町村で、ザムトゲマインデシュタインプケを構成する、町村の一つである。リンスブルクは、州ユーリングリンダーバルトの北縁部に位置し、軍庁所在地のニーンブルク、ベーザーからは、車で約10分の距離にある。1263年の資料に初めてで、 ラインスバーグという貴族家の名が記録されている。カレンベルク港は1675年に狩りのための上館リンスブルク城を建設した。この上館は1767年に解体された。1950年代に駅周辺に独立した集落が建設された。2003年にリンスブルクは800年祭を祝った。これはリンスブルク集落の最初の記録が1203年の 資料に遡ることに基づいている。リンズブルクの町議会は旧議席からなる。この町の紋章は1983年12月6日に軍の認可を得た。図柄、青地に12本の枝分かれを持つ金の鹿の角と銀の頭蓋骨。角の間に垂直に配された多くの葉。角の下には2つの開いた銀の牛角図形。構想と作画は、 デリフェルデンの紋章研究家、ハインツ・バンニアによる、リンスブルクから連邦道 B6 号線が南西方向に伸びている。北東方向へは鉄道ブレーメンハノーファー線が伸びており、町内に駅がある。この路線はハノーファー S バーンの一部となっており、1時間ごとに S バーン第2系統ニーンブルクハノーファー、中央駅発生駅の列車が発着する。ありがとうございます。